前回はね、4月12日の阪神戦から阪神3連戦をね、やってね、カープ2試合も、やって計5試合、消化しました。はい。で、前回のね、配信が始まった段階だと、4月10日までか、4月10日までの時点だとね、試合数そんなないけど、一応ね、セントラルリーグ首位だった、我々中日ドラゴンズなんですけど、まあ、昨日のね、阪神3連戦を負け越した。そして、カープ戦をね、1分け1敗ということで、ね、まあ、序盤も序盤なんで、まあ、順位がね、激しく動く時期ではあるんですけど、4位までね、落ちてるということで、まあ、頑張りましょうというところです。はい。はい。ああ、触れてなかった今日は、このヤクルト戦と、次の、何戦かな？巨人とかだったかな？そこまでやれればなと思います。基本的に2カードね、やっていければなと思います。はい。やっていきましょう。頑張れ、岡林。バントなんかさせないよ、うちは。ナイス。いいんじゃない？ナイス。素晴らしい。素晴らしいです。先制大事よ。やっぱ俺たちみたいにちょっとね、まあ、打つ方に不安があるチームはね、やっぱ先制してなんぼなんでね。これいいですよ。まあ基本的にやっぱあれだもんな。まあ大島岡林に頼るっていうのがまあ、まあ基本になっちゃうからな。うん。まあ大島岡林で返せるんだったらそれに越したことないわ。ブレないのが大事。このゲームは。いい打球だ。ナイス。それでいいよ。素晴らしい。周平分かってるよ。そういう打球でいいよね。あ、セカンド、やテストあれだな。テスト外されてんな。コンピューターテスト外すんだよな。なんか、阪神やってても思ったけど。柳。ストライク先行やって。柳。よさし、よう止めた、よう止めた。ナイスナイス。じゃあ、柳さ、2連続フォアボールで村上回しヒットはダサいよ。それダサいよ。柳、ごめん、それはダサい。それはダサいもん。情けないわ。エースやれないよ。そんな投球してたら、フォアボール、フォアボール、ヒットって。取れるよ。リュウク。ナイス。素晴らしい。ああ、やや振りか。ああ、いいね。伸びるね。普通に正面かと思ったわ。ナイスナイス。今日は流れいいですよ。いや、王のね、スクイズ行きたいんだけど、王の一丁前にあれなんだよな。バントついちゃってんのよ。うん。これはね、コンピューター的にはスクイズ警戒されやすい気がする。だからやりません。ついちゃダメなんよ。ついてない選手にやらせないと。打つしね。うん。打つし。ホームに投球。サードランナーホームイン。ドラゴンズ。ナイスナイス。いい感じ、いい感じ。あ、リューク、まあ、リュークもでもバント警戒されそうだな。ナイス。ナイスナイス。調子不調の小沢があれかもな。ちょっと別ゲーかもな。これフォアボールあるよ。スクイーズはさせない。ナイス。あ、これ壊れる日だ。これ壊れる日ですね。これ壊れる日です。ピッチャーが壊れる日だ。大島率上げてこう。いいねー。しかも長打コース。ナイス。じゃあこれこういう日はね、しっかり休ませよ、野手陣を。でフォアボールあるよ。しっかり見ていこうね。あ、打つんかい。ああ横林いいなー。林いいよ。ただ早いな、10点までが。ドラゴンズ爆発するときは爆発するな。なんか、よくわからんけど。
いや高谷いいね。高谷もういいけどねもういいわ、うん、ちょ早々に言わせてもらうけどもういいわ。見ていけが刺さりすぎてる。もういいわ。これ名古屋ドーム大歓喜よ。BC 行こう、 BC DC。 あ、打つんかい。あ、でも落ちるんかいじゃない。ナイス。あ、ランナーいいね。誰、そしてセカンドランナーも三塁も誰だ。セカンドランナー岡林アウトだったから、ちょっと一方的になっています。岡林アウトだったから誰だ。岡林大島か、大島かな。まあ、大島だったらあれのアイス降りできるか。ナイスナイス。で、柳がまた弱気になってる。これで柳、得点圏にランナーを進めています。柳弱気になんなよ。あんまここで交差点切れたくないんだけど。あ、てか6回だからあれだ、いろいろやってくるターンだ。なるほどね、そういうことか。普通に負けたな、おもんないな。あ、でもランナーがランナーミスってるな、相手。バッターは7番中村は守備交代から。あ、宇佐美いいね。宇佐美いいじゃん。いいね。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。素晴らしい。見れてよかったわ。ちょっと見たかったから。ビシエドの壁は厚いからね。ちょっと一方的になってきました。ナイスナイス。ノーアウト。まだ柳いける。頑張れ頑張れ。頑張れ柳。打ちました。大きな打球。7回までは投げないとさ。どうだ。あー、フェンス直撃か。俊太いけると思ったんだけどな。バッターランナーは上に上がったのは福ちゃん頼む。打たせ取るじゃないかも。サニさん、このインサイド打たせ取るじゃないわこのチーム。わかりやすいな。サードランナーホームイン。なるほどね。めっちゃわかりやすいじゃん。セカンドランナーも今ホームイン。あ、でも柳の防御率が上がっちゃう。オスナ先ほど送ります。あー、でも祖父江不調か。サニさん、まずは失礼してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあ、藤島にまたお世話なるか。そうですね。あんまこんな点差で藤島使いたくないけどな。ドラゴンズ不調の祖父江はちょっとあんま微妙だわ。不調は使いたくない。いやー、いい。まず一つアウトを取りました。いいね。打順は1番に帰ります。バッター坂口。てかやっぱ普通にストライク先行だな。フォアボールを選んでいます。お、いい球だ。これで2アウト。あれは球威がいいタイプのストレートだな。見てわかるやつ。やっぱりね。うん、やっぱ球威 A からわかるんだよな。見たら。明らかに違う。これが4球目。理を表現してるわ。ゲームで。3アウトチェンジ。うん、2アウト。大丈夫、藤島絶好調やから。打ちました。ナイス。ここは打ち上げています。素晴らしい。アウト。これで3アウト。試合終了です。頑張れ中日ドラゴンズ。ここ2連勝できたらでかいよ。ガチでガチででかい。はい、素晴らしい。絶好調梅津さまさまかな。さまさまやね。うん、さまさまやわ。ジャイアンツの4回戦です。解説は西俊久さん。フォアアウト満塁のチャンス。満塁スクイズあり。いやでもな、うん、スクイズ外されてあれだったら思うないからな。だったらゲッツーとかの方がいいからな。まだノーアウトだしな。打たせよう。ここは中間守備ですね。いいね、いいね。素晴らしい。ヒロトに勝たせるぞ。あー、チャンス×満塁は行くしかねえな。これは見え見えかもしれんけど行きます。バント丸がつ、バント丸というかバント B 以上じゃないからね。そんなバカみたいに警戒されないだろう。頑張れ周平。行け輝け周平。周平ナイスナイス。危ない。変に失敗するよりはナイス、うん、変に正面転がすよりはナイスやったかもしれんわ。げなかったです、ね、いやー、主演スクイズ失敗でかいよ。次は勝負ナイス。さらに点差を広げま
デューク素晴らしい。じゃあ周平のケツも不意だな。ちょっと計算できない。大城やめようよ、いつも大城やん。なあ、なんかロッテの時もそうじゃない、ロッテもやって阪神もやったけど、いつも大城、いつも大城なんよな。いやーちょっと嫌だな、嫌なバッターだな。あぶねえ。いや、嫌なバッター続くな。嫌なバッター続くな。長野か。長野のアウトコースのイメージしかない。アウトコースがうまいイメージしかない。よし。もうアウトコース高めイコール長野です。ちゃんと長野が長野してくれててよかった。ゼフ長ありがてえ。ハヤトゼフ長ありがたいよ。ナイス、ハヤトゼフ長ありがたい。カズマ不調もありがたい。ただここで油断しない。我らが立浪出陣です。安心と信頼のライデル。素晴らしい。しないしない、頑張ろう、頑張るしかない。ナイス、めちゃくちゃでかい。ワクさん打たれたか。ただこっちは小笠原絶好調。全然あるよ。頑張れ、中日ドラゴンズ。負けるよりはいいか。小笠原は9回投げて2失点だったが、勝敗はつかなかった。そっか。あ、でも意外といけそうじゃん。意外と？あ、もう3000積まなきゃダメか。あー、ダメか。で、松葉がもともと、あれだもんな、もともとオリックスだからな。松葉をオリックスにお返しする。熱い。めちゃ熱トレードやん。もうめちゃ熱トレードあるぞ。めちゃ熱。いや、いいね。いや、いいよ。ちょっと2人ともチャンス弱いけどな。これ結構いいトレードだと思うわ。ちょ、お金出すのがあれだけどな。リアルだったらこの松葉周平と足立福田ってめちゃくちゃなんか、出すか出さないか別として。なんか選手の、質というか格だけで言えば割とね、いいトレードだと思うんだよな。お金つけなくても、カツラつけなくても、カツラと2000万添えなくても、この2対2って結構ね、リアルだったらいいトレードじゃないかな。チーム愛とか抜きね、足立オリックス出すわけないやんっていうのは、まあそれはそうなんだけど、それ抜きにして考えたら結構いいね。どうだと思うな。そんなもんすかね。はい。ってなところで、今日はね、我が中日ドラゴン素晴らしかったです。はい。なんと、ヤクルト2試合と、巨人3試合やってね、4勝1分けということで、はい、素晴らしいチーム。素晴らしいチームです。はい。また首位に返り咲きました。この戦力で。底力がやっぱあるね。うん。こっから俺が補強してね、安定のね、チームを作っていきたいんで。このやっぱ初戦ね、17対4。これが良かったね。フォアボール18個ぐらい取って。うん。これで勢いついてね、もう。負けなしと。うん。かなり勢いがつきました。うん。優勝狙うのは1年目ではないんですけど。まあね。貯金はいくらあってもいいからね。ってな感じですかね。はい。まあ次回阪神とカープやりましょう。はい。ってなところですかね。
はい、トレードがうまくいきますようにということで終わります。はい、お疲れ様でした。